あで、ポイチ泣いてるな。また感情が、感情が動いちまってる。大星の森が、泣いちゃったね。うん、ポイチいいね。やばいやばい。一試合一試合、こう、感情、その、が、高ぶってしまうほど本気で戦うっていうところは大事だよ、結局。ポイチのこういうところから学んできうち、マジで。そうやで、ね。そう。だから、その周りになかなかおらんから、あの人ちょっと泣いてますわ、みたいな感じになってるけど、これは普通やから、言うとけど、他の監督が冷めとる。ぶっちゃけ。 ペルーの監督とかもなんか普通に見よったけど。いや、泣けよなんでキリンチャレンジカップやからか足りない足りない。そんなんじゃ代表チーム強くできない。欧州のチームは枯れないそんなんじゃ。毎回泣いとるよ。だからそ、それはいいんだろうだか毎回泣いたいかとか。毎回泣こうとまでにこういうことの、なんて戦いに対してかけとるわけ重いよ。いでも実際さ、でもポイチ毎回泣いてもおかしくなくない。だって一回でも惨敗やったらさ、もうむちゃくちゃ言われるんで、たぶん。<laughs> 毎日瀬戸際やろ。 実際泣いてもおかしくないかもしれん。これが最後かもしれねえという気持ちで、毎試合やったらよ、たぶんポイチに関しては。おそらく。泣いてもおかしくないやろ。森保めだけは。他のバンドがしないよ。一試合負けたかもしれんけど、まあまあまあ、キリンチャレンジカップやしみたいな、善試合やからええやろみたいな感じかもしれんけど、森保一はじめには後がないからな。一試合でも惨敗してみろ。すぐさま交代や。泣くよ、そりゃ。そりゃ泣く。人足を目の前にした時泣くんやから、やっぱり。ハンターハンターでもそういう描写いっぱいあったよ一試合。 なんなら勝っても言われそうやぞ。勝てるのは干渉しかないやから。森康はじめがあそこから無傷で帰る方法は干渉しかないんやから。勝利でもダメ。干渉じゃないと。完璧な勝利以外全部敗北と勝つから。うー虫。負けは死を意味する。マジで。全責任を追い,追い、追い散らかしとるガチで。まあでもなんかさ、ここまでなんか選手に対してなんかその批判がいかない日本代表もなかなかない気もするけどな。 結構なんか昔もっと選手で五陸層叩きよって気するけど、今はね、もうなんかあったらとりあえず監督みたいな、<laughs> それ以前にポイチやルみたいな感じでバーってヘイト集まるけど、まあ、これはこれで、これはこれいいんすかねもしかしたら。新しい代表の形もしやうん。わからんけどな。昔は <laughs>、確かに浅野に、浅野にがそのお母さんか。